速稼塾の久保でございます。まあ、たびたび取り上げている話題なんですけども、まあ、私の動画の視聴者さんの中には体のエイダのファンの方がね多いかと思います。まあ、それは私がずっと体のエイダのことをね発信してきたよっていうこともありますし、それから翻訳 YouTuber の渡辺瑞香さんもね、素晴らしいコンテンツをいつも送り続けてくださって、チャールズ・ホスキンソンさんの魅力とかね、それからあの人柄までなんかすごく伝わるような動画発信してくださってます。そしてですね、もう一人かなり注目しないといけないなっていう方がバクちゃんさんですよね。今この画面の中央あたりにあります、カルダノで検索すると上から3つ目に出るんですけども、まあ2つ目はね渡辺瑞香さんですよね。すごいですよね。で3つ目のミートアップに参加しようっていうのが出てると思いますけども、このバクちゃんさんがねやっぱりすごいんですよ。何がすごいかというと、この同じ、このサムネイルでですね、でタイトルだけ書いて本当凡事してって毎回毎回こう放送してくださってるんですよね。で再生数も結構こう来てまして、あのチャンネル登録者数さんは172名と、まあ、順調に増えてるところではありますけども、そのうちの3分の1の方がこうやってね視聴されてるんですよね。でいいねが10ついているってところがあります。要するにチャンネル登録した方の10人に1人ぐらいがいいねを押して、本当にためになったよと、分かりやすかったよっていう評価をしてくださってるってことなんですよね。私もこれいいねを押しますからね。11になりました。でまあバットがついて悪いってことではないんですけども、まあいいねがねつくに越したことはないです。でバットがついてもそのグッドがついてもどっちにしても SEO 的には有利に働くんでとってもいいかなと思いますね。コメントはついてないですけども、いつもありがとうございますっていうふうにコメントを書くとさらにね SEO 効果高まっていくんで、こうやって応援する意味でね、コメント書いて、しかも自分のコメントに自分でいいねも押しちゃうみたいなことをしたいと思いますけども、でカルダノの価格こうやって出てますよね。まあ私はあのプレセールで買ってるんでどう転んでもプラスになりっぱなしなんですけども、なんですかね、上場後に購入した方も十分ねこれ希望とか価値があると思ってご購入されたと思います。まあそういった方にとってはこういうふうなね随時情報を発信してくださってる方っていうのは非常に頼りになると思うんですよね。特に今私カルダノエイダの発信を一時期みたいにしてませんので、ほとんどしてないですから、そうなると今度はカルダノエイダについて発信してる方がこういうふうにね見てください、こう出てますよね。あ、もう渡辺瑞香さんのが2つ上の方に出てますよね。いやもう渡辺瑞香さんばっかりですね。独占状態ですね。これはすごいですね。で、カルダノの他に、エイダで検索する人もいるでしょう。ね、エイダ。足立由美ちゃんって出てますけどもね。エイダってやると、ちょっとなんかよくわかんないのが並んでるけども、やっぱりバクちゃんさんのね、英語版とかが出てますね。すごいですね。あ、ミートアップに参加しようも出てますね。だから、エイダだろうが、カルダノだろうが検索すると、バクちゃんさんとかね、渡辺瑞香さんが、とりあえず目立つという状態になってますよね。これは一つのテーマに絞って、印象深いサムネイルで、で、タイトルを変えながらね、ずっとやっていった一つの結果ではないかなと思います。で、しかもこれはね、多分、バクちゃんさんは、この体のエイダ情報発信で稼いでやるぜ、稼いでやるぜっていうものではなくて、本当に大切だと思ったものをね、視聴者さんのために送り続けた、その結果だと思うんですよ。もうこの気持ちがすごく大事で、結果的に稼げてはいくんですけども、でもね、あのチャンネル登録者数が100人とか200人の時に、稼げないな、どうやったら稼げるようになるのかって考える必要はなくって、まずはね、視聴者さんを、なんか心の稼ぎっていうんですかね、ああよかったっていう風な喜びをどんどん提供していくことだと思うんですよ。そしてね、人を喜ばせる動画ってなんか自分も嬉しくなるじゃないですか。でも儲かる儲かんないに終始するとこれだけやってるのに儲かんないんじゃないかなみたいな被害者意識出てくるんですよね。でそういう方はまあ続かないし、はっきり言って情報の世界に結構ねノイズになってくる、迷惑になってくる部分があると思うんですね。まあですんで、見てる人、聞いてる人のために、見てる人、聞いてる人が恩人だよって気持ちで発信し続けること、それがすごく大事なんじゃないかなと思いますね。渡辺瑞香さんとかね、それからバクちゃんさんにはそういうところがすごく私はね、感じれるところがあって、特にバクちゃんさんは、動画最初、そんなにね、よくなかったというかね、それは当たり前なんですけども、本当に手探りで始めたような感じだったんで、私もね、いつもいつも見させていただいて、いろいろとね、余計なことも言わせてもらったかもしれませんけども、もうなんか完全に YouTube が安定してきたんで、これからはご自身のセンスとね、見識で、もう自分自身を育成できると思うんですよ。視聴者さんの反応を見ながら、プランドゥーシーチェックで変えていくみたいなことをね。もう私から今更言うことはないような感じです。もうここまで来るのに、ほんとほとんどの人が挫折するんですよ。ここまで来たらもっと継続するしかない。ここからは凡事徹底なんで、ここまでね、登っていくときに多くの方が、
家族の関係、仕事の関係、なんか情報発信したら嫌なことがあったとか言ってやめていくんですよ。ね、この上り坂、最初の初速が最大速って私言いましたけども、最初の速度にね、本当にこうなんですか、アクセル踏み込んでいかないと、簡単にね、最初の一歩っていうのはへし折れてしまうんですよね。もう今みたいな状態になったら多分暮らしの中のルーチンに入ってると思いますので、ある程度は無理せず続けていけるんではなかろうかと思っております。本当にね、よくやってくださいました。ちなみに動画何本ぐらいになったんですかね。こんにちは、渡辺瑞香です。これ渡辺瑞香さん、すいません、渡辺瑞香さんでしたね。バクちゃんさん、これでした。ホリスティック、ちなみにどのぐらいになるのかな、動画。はい、ああすごいいっぱいありますね。261話ってあるけど、本当これすごいですね。255話とかね。やっぱりね、1000話までは行ってないですけども、このまんま、1000話に向かっていくんじゃないですかね。これバクちゃんさんの動画だってサムネイル見たらもう一目で分かるようになってますよね。すごい。しかもさまにね、北斗の拳みたいな冗談も入ってたりね、ゆうこさんみたいなのもこう SEO 的に入れたりとかしてますよね。このバランスいいですよね。ほとんどはこのサムネイルなんだけども、9対1の1割ぐらいはちょっとね、変化球で、ご自身の顔が出ていたりとかね、天皇陛下が出ていたりみたいなトピックスを扱っているみたいな感じですよね。とってもいいバランスだと思います。声の感じも聞きやすいですし、この前もお話しましたけども、このね、バクちゃんさんの英語っていうのが日本人にはとっても合ってると思います。意外な盲点と言いますかね、バクちゃんさんの英語はすごく日本人には理解しやすい、把握しやすい、受け取りやすいような発音ですよね。素晴らしいと思います。ありがとうございます。